チャイです。押し込んでいく佐藤、佐藤が勝ちました。佐藤、ありがとうございます。終わってみていかがですか？いや、素直に嬉しいです。今日は青狼関と対戦して、親柳関の結果を待つということになりました。まず青狼関戦、優勝への意識というのはどうだったですか？いや、まず本割の一番勝たないと始まらなかったんで、しっかり本割の相手だけ考えて取り組みました。そして勝って、支度部屋に戻って親柳関の取り組み見ませんでしたね。まあそうですね、あともう体を動かしてまたその気持ちに入らないといけないんで、頭終わったらすぐ体を動かそうと思ってて、まあ勝とうが負けようがしっかり自分のやることだけ考えて、頭の言ってもらってました。そして付け人から、優勝決まりましたと報告があって、少し顔が緩んだように見えました。深い息も吐きましたが、あの時の気持ちどうだったですか？もう一番やるつもりでやってたのが少し気が抜けたというか、まあちょっとこうびっくりした感じだったんですけども、まあ徐々に喜びが湧いてきました。今場所は12番勝ちました。良かった点どんなところでしょうか？一生懸命自分の相撲を取ろうという、勝つよりも相撲内容にこだわって、常に前に前に攻め続けることが良かったと思う。攻撃相撲を目指してるんで、一生懸命前に出ることを心がけました。さあ来場所は新入幕の場所となりそうですが、意気込みどうでしょうか？自分の一番いい相撲を取らないと新入幕で通用しないので、もっと自分の長所を磨いて、もっと力つけたいと思います。来場所期待しています。本当におめでとうございました。ありがとうございました。